マーカス・ウォルター・ウォルデンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州フレズノ郡、フレズノ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボストン・レトソックス参加所属。2007年の MLB ドラフト9巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。12試合に登板して2勝4敗。 防御率3.05,32奪三振を記録した。2008年は A-9 オーバーンダブルデイズでプレーし、14試合に登板して2勝3敗、防御率4.80、51奪三振を記録した。2009年は A9 ダニーデンブルージェイズでプレーし、4試合に先発登板して2勝1敗、防御率8.64、8奪三振を記録した。 シーズン途中にはトミー・ジョン手術を受けた。2010年は前年の手術の影響もあり、全休した。2011年は A 級ランシングラグナッツでプレーし、28試合に登板して6勝6敗、防御率3.24、54奪三振を記録した。2012年は A 級ランシングと A 級ダニーデンでプレーし、 二球団合計で二十七試合に登板して十四勝四敗、防御率二点九七、八十二奪三振を記録した。二千十三年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、二十六試合に先発登板して六勝十四敗、防御率三点七一、八十八奪三振を記録した。二千十四年は開幕をトリプル A 級バッファローバイソンズで迎え、 4月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。しかし登板することなく4月9日にディフェとなった。2014年4月16日にウェーバー工事を経てオークランドアスレチックスへ移籍し参加のトリプル a 級サクラメントリバーキャッツへ配属された。6月16日には40人枠外となってマイナー契約となり AA 級 ミッドランドロックハウンズへ降格した。この年は、移籍前を含めたマイナー3球団合計で35試合に、登板して3勝5敗にセーブ、防御率5.35六61奪三振を記録した。オフの11月8日に FA となった。2014年11月30日に新種なティレッツとマイナー契約を結んだ。2015年の開幕は、 参加の AA 級ペンサコーラブルーアフーズで迎えたが、1試合に登板しただけで4月21日に自由契約となった。2015年途中、レッツ参加を自由契約となった後は、独立リーグであるアトランティックリーグのランカスター・バーンズ・トーマーズと契約した。同球団では48試合に登板して2勝4敗18、セーブ、防御率2.95。 49奪三振を記録した。2016年1月5日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。この年は、参加の AA 級チャタヌーがルックアウツとトリプル A 級、ロチェスターレッドウィングスでプレーし、2球団合計で42試合に登板して1勝1敗、6セーブ、防御率2.40、40奪三振を記録した。オフの11月7日に、 FA となった。2016年12月14日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は参加のトリプル A 級ポータケットレッドソックスでプレーし、29試合に登板して10勝6敗、防御率3.92、86奪三振を記録した。 2018年はスプリングトレーニングではマイナーだったが開幕日の3月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした4月1日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビューこの年は8試合に登板して1セーブ防御率3.6814奪三振を記録した2019年はリリーフ陣の一角としてメジャーに定着し70試合に 登板して9勝2敗にセーブ、防御率3.81、76奪三振を記録した。2021年2月24日、マーウィン・ゴンザレスの加入に伴って DF となり、3月1日にマイナー契約でトリプル A 級ウースターレッドソックスへ配属された。スライダーを投げる割合が最も高く、他にカッター、フォーシーム、シンカーといった球種を交える。 ありがとうございます。